こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ B 級品というキーワードで転売で儲かる商品をリサーチしてみた。大量に仕入れて副業でコツコツ稼ぐことができますよというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、今度はですね、こちらのタイトルとですね、B 級品で儲かる商品、ぜひね、紹介させていただきます。はい、こちらですね。こちら B 級品っていただきまして、こういった風に出てきますね。はい。で、こちらですね、特にいっぱい出てる、ここがちょっと気になったんで、調べてみました。はい。で、これですね。見ていただくとわかるんですけど、はい。ですね、シリコン加工レモンケーキっていう、あれですね、台ですね、これ。お菓子を作る台からですね、これ。はい。で、これですね、ちょっと調べてみたんですけど、ありました。はい。で、これどこにあったかと言いますと、ここですね、中国ですね。はい。で、これ大体ですね、日本円で大体130円ぐらいなんですよ。で、ここで、8元なんで、今大体16.3円ぐらいですね。1元。で、8元なので、これ午後から仕入れができますね。はい。だいたいですね、EMS で仕入れれば、かなり輸入が安くなりますね。はい。で、だいたいこちらのね、販売の代金、900円なんで、だいたい、計算してみて、利益だいたい、約ですね、一番安ければだいたい550円ぐらい一つ出ますね。なので、かなりですね、儲かる商品です、これ。ぜひね、ちょっとこう見づらいんですけど、ぜひね、興味ある方はですね、仕入れていただければ、安く仕入れですね。これですね。アリババですね。アリババ1688で売ってますので、ぜひね、興味ある方、販売していただければいいかと思います。チャンネル登録お願いします。あとですね、悩み質問等ありましたら、ライト登録後によろしくお願いします。今回動画は以上となります。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。